広島電鉄550系電車は、広島電鉄に以前在籍していた路面電車車両である。500型に引き続き、1955年に市内線車両として登場した。何は後期で前後両が製造された。551号が PCC カーの影響を受けて、新生当初は間接制御で電空併用ブレーキを装備、吊り掛け駆動ながら、 モーター出力も 30kW4 に向上、また台車も新型の FS69 型を使用した高性能車として作られ、この車両のみ、宮島線への直通許可を受けていた。552から555号は、前年に作られた500型を踏襲し、直接制御、モーター出力は 38kW2 だったが、使用台車は KS、KS-7 型から FS68 型に、 変更された。共通する新生児の外観の特徴は、正面中央窓が大型化された点。また、側面腰タ部には、伝承式のアクリル看板が1車両につき4箇所、設けられ、この伝承式看板は、その後、850系、2000系、2500型に踏襲された。500型と異なり、正面の右、中央上部に、通風口が設けられ、また、 車体の材質も500型までの半抗性から、この車両から全金属製に変更された。551号は1958年3月に貸切運用として、宮島線と市内線との初直通運用に850型とともに充当された。1962年1月に定期直通運用が始まると850系、2000系、 2500型などに混じって運用されたが、2000系及び2500系の増備で、再び市内専用車両となった。市内専用車両に戻った後は、駆動系のトラブルが多発したこともあって、直接制御に改造され、台車も中古のブリル台車に履き替えている。1974年に、全車ワンマン車両になり、中央部に小型の行き先表示器が設けられ、左側の表示器は、 ワンマン表示に転用された。552号が1975年11月1日の仙田車庫火災で被災し、1977年4月4日に 900K902 号と共に廃車になった。残存する4両に関しては、その後方向幕の電動、大型化が行われ、1983年7月に三菱電機の 直流交流変換駆動方式 CU77A 集中型で冷房改造が行われた。床下スペースの関係で350系500型と同様に補助電源の静止系インバータ装置を屋根状に設置した。冷房改造に合わせて551号は火災で廃車になった552号の機器を流用し台車などを交換、他車との統合が図られた。 1980年代は、標準色車の正面に、菱形黄色の警戒塗装が施されたが、後に消されている。また、広告電車としても広く使われているほか、一方で当初設置していた、伝承式看板は埋められた。2006年3月に運用離脱が始まり、同年6月改正で、すべて運用離脱となった。最後まで活躍した車両は553.554だった。 553.554は運用離脱後しばらく荒種車庫に留置されていたが2006年8月に解体された。555は廃車後三菱重工業に譲渡されている。ありがとうございます。